イチゴが乗ったショートケーキケーキは洋菓子の一種。日本語で単にケーキというと一般にはスポンジケーキにクリームを塗り果物を乗せたものを指すが講義ではチーズケーキやフルーツケーキなどクリームや果物を乗せないものやクッキーを砕いた土台の上にクリームチーズの生地を敷き冷やして固めたレアチーズケーキなど様々な種類を指すこともある。 多くのケーキは何らかの穀物の粉末、決着剤、油脂、水分、膨張剤を配合して作られる。また、欧米では焼き菓子のことを広く、ケーキ類を示す語で指す。なお、英語の用法では、密度の高い食感の固形の食べ物や、石鹸などといった、食品以外の固形物をケークと呼ぶことがある。例としては、フィッシュケーク、ライスケーク、 イエローケーキなどがある。店頭で販売されるときは、ホール単位、あるいは切り分けられて、ピース単位で販売されることが多い。英語では、ケーク、ドイツ語では、空間、フランス語では、ガーテアウ、イタリア語では、トータ、ドルチェ、または、パスタという。英語には1200年頃から見られ、コノルド語カカから入ったとされる。最古のケーキは、 スイスの新石器時代の存落跡から見つかっている。ただし、古代世界におけるケーキとは、穀物などを練って、パテ状にした、平らで固いものを指す。このようなケーキは古代ギリシア、古代ローマ時代にも、盛んに作られ、特に宗教儀式に用いられた。例えば、古代ローマのマルクス・ポールキウスカとケンソリウスは、著書の、農業論の中で様々なケーキを列挙している。 現代のケーキのルーツはいくつかあり、その一つはパンである。長い歴史の中で、ケーキとパンの概念の差は、非常に曖昧であるが、贅沢な、平らなパンをケーキと称していたようである。1398年に、書籍翻訳家のトレビサのジョンが、ケーキの最大の特徴として、焼いている最中にひっくり返して、両面を平たくすることであると記述している。 ポリッジもまたケーキのルーツの一つである。ポリッジにプラムを利用した。プラムポリッジは、お粥というよりも、固形に近く、これを蒸して、プディングにする製法が生まれた。そして、これを焼いたものが、中世の初期のフルーツケーキとなった。またもう一つのルーツとして、パンケーキがある。パンケーキは小麦粉に牛乳と卵を溶いて焼いたもので、ある。 卵の膨張力を利用して膨らませるという製法が現代のケーキへの道をつけている。卵白の膨張力は古くから知られており、ルネサンス期の料理書にも記述されている。フォークの普及以前では卵白の攪拌作業は非常に大変な作業ではあったものの、次第に卵白を攪拌したものを菓子などの膨らみに利用されるようになっていった。1615年には、 現代のスポンジケーキと同じようなレシピが掲載された本が出版されている。17世紀、18世紀の調理器具の発達も重要である。がたが作られなければ円柱状のケーキは難しかっただろう。またオーブンの発達もケーキの進化に寄与している。特に1780年に調理用レンジが発明され温度管理が容易になった。また、 18世紀初期、料理人は、イーストの代わりに卵を使えば、ケーキが膨らむということ気づいていたようで、1727年、エリーザベス・スミスが、コンプリート・ハウスワイフの中で、卵だけで膨らませる、ケーキのレシピを何点か載せている。ただし、卵だけで膨らませるには大量の卵が、必要であった。そして、科学的膨張剤が出現する。 1790年代アメリカでは、真珠梅が利用され始めた。これは、短時間にケーキを膨らませることはできたが、風味が良くなく、そのうち重曹にとって変わられた。1850年頃、ベーキングパウダーが発明され、現代の軽くて柔らかい、ケーキが誕生したのだ。ケーキの口当たりを良くするためには、ケーキを焼き上げるときに何らかの形で生地に空気を、 含ませることが必要になる。このため多くのケーキは、酵母固く泡立てた、卵白生地に練り込むか折り込むかした、油脂重曹や、ベーキングパウダー生地の水分などのうち少なくとも、どれか一つを膨張剤として用いる。材料の配分により、酵母を使ったケーキは、菓子パンとのバターやショートニングを使ったケーキは、パイとの区別をつけることが難しいものがある。 酵母で膨らませるものメレンゲで膨らませるもの練り込んだ、油脂類で膨らませるもの重曹や、ベーキングパウダーで膨らませる、の生地の水分で膨らませるものシ生地を使った、ノプディング状のものビスケットクッキー状のもの形状や、用途による、分類日本における、ケーキサイズの単位日本では、円形ケーキのサイズを、ゴという単位で表示している。 この5は景気本体の直径を表しているが、これは日本で過去に軽量単位として使用されていた尺感法に由来するものである。1号は直径一寸を意味し、1号大きくなるごとに3センチメートルずつ直径が長くなる。ありがとうございます。